皆さんこんにちは、アナウンサーの高橋春奈です。放送大学のさまざまな情報をお届けする番組キャンパスガイド、おなじみマナピーと一緒にお届けしていきます。では今日お伝えする内容です。キャンパスチェックは教養学部のコースガイドをお送りします。今回は自然と環境コースです。放送大学に関心のある方や入学を検討している方に向けて、自然と環境コースで学べる領域や実際の授業、専任教員などをご紹介していきます。そしてコラム OUJ は自然と環境コースの橋本健郎教授、専門は化学、理論化学や計算化学、物理化学を研究しています。コラムのテーマは高校では教えてくれない化学、科学が持つ奥深い魅力についてお話しいただきます。ではキャンパスチェックです。放送大学の教養学部には6つのコースがあります。今月は各コースをシリーズでご紹介します。まずはこちらからご覧ください。放送大学は通信制の大学です。教養学部に入学試験はなく、どなたでも入学できます。入学の機会は4月と10月の年2回、好きな時間に好きな場所で学習できるのも大きな特徴です。現在およそ8万5千人が学んでいます。自分の時間を使いながら、空いた時間とか通勤時間なんかを使って自分のスタイルで勉強してですね、それを積み重ねて単位にすることができる、それがやっぱり放送大学の一番の魅力だと思います。ものすごいこうお安い学費ですごい授業を受けられたなと。働きながら何かこう資格だとかこう目的を達成されたい方、あるいはこう、若い人も含めて、本当にいろんな人のニーズに応えてくださるのが放送大学だと。放送大学の教養学部には6つのコースがあり、卒業を目指す全科履修生はこの中から1つを選んで所属します。生活と福祉コース、心理と教育コース、社会と産業コース、人間と文化コース、情報コース、自然と環境コースの6つです。いずれのコースも実生活に即した専門的でかつ幅広い学問分野を学べるものとなっています。今回は放送大学の教養学部6つのコースの中から自然と環境コースを詳しくご紹介していきます。それではマナピーと一緒に紹介していきます。マナピー一緒に行きますよ。キャンパスチェック。自然と環境コースは自然科学の諸分野に加え、エネルギー問題や環境問題といった複合領域もカバーしています。自然科学の知識をベースに人間と自然の関わりを理解する力を養います。コースの特徴や学び方についてコース主任の安池智一教授に聞きました。自然と環境コースで、今年度主任を務めています安池と言います。専門は物理化学なんですけれども、自然と環境コースの特徴はですね、最大の特徴は、理学部、通学制の大学で学べる理学部の全ての分野を網羅しているというところになっています。まず宇宙地球領域、物質エネルギー領域、生命生態領域、そして数理領域というのがあるんですけれども、これは平たく言うとですね、物化生地、つまり物理、化学、生物、地学、そして数学、この全てですね、理学部にある全ての学問分野が自然と環境コースにはあります。各分野の専門まできちんと学べるというのはですね、これは放送大学でしか提供できてないのではないかということで、非常に特色あるコースになっています。自然科学というのはですね、非常に体系化が進んだ学問なんですね。で、各分野にやっぱりこの何ですかね、基礎レベルからですね、
で、まあ、応用レベルまでしっかりとしたこう秩序だった体系が、そびえ立っているという感じになっています。ですので、まあ、学ぶときにはですね、まあ、なるべくこう基礎レベルからしっかり学んでいくといいなというふうには思うんですけれども、その意味でですね、この学ばれるときにですね、この、まあ、授業科目案内というのがありまして、その中にですね、こうカリキュラムツリーというのがあります。でこれはですね、まあ、どのコースにももちろんあるんですけれども、この意味が本当に大事なのは、自然と環境コースなのではないかなと思います。こう何百番という、まあ、順番で書いてあるんですけども、この一番最初の桁ですね、 100の桁が小さい順に、まあ、一番入りやすい順番ですね、100というのが1で始まるのが基盤、2で始まるのが導入、3で始まるのが専門、そして4で始まるのが総合科目という、序列になっています。基盤科目はコースをまたがった、まあ、読み書きそろばん的なところがありますので、ここは大丈夫かなという方はですね、まあ、コースの各学問分野の基礎としてはですね、この2から始まるですね、導入科目から入っていくのがいいかなというふうに思います。では自然と環境コースから2024年度に新たに開講したテレビ科目を3つご紹介しましょう。まずはテレビ科目、初歩からの生物学です。いろんな形で皆さんも生物に触れ合っていると思います。まあ、観葉植物だったり、あるいは犬や猫を育てている方もいるでしょう。で、まあ、そういう見方も大事なんですけど、まあ、この科目では狙いとしてはですね、まあ、そういう個々の生物、あるいはその生物が生み出す生命現象ということについて、まあ、生物学という、まあ、体系から、まあ、学んでいこうということを目指しています。はい、なるほど。全15回の内容です。生物は多様ですが、体の構造や遺伝の仕組みなど共通する部分も多くあります。この科目ではその共通部分に着目し、生物がいかに暮らし命をつないでいくかを体系的に理解することを目指します。生物学っていうのは、まあ、どちらかというと楽しい学問かと思うので、ぜひ楽しんで授業を受けてもらえればいいかと思います。今日生物多様性ということが取り上げられる機会が多くなっていますが、この生物多様性を考える上で、生物とそれを取り巻く環境との関係っていうのは非常に重要な課題になります。この授業をきっかけに、そういったところにも関心を持っていただけますとよろしいかと思います。また授業でお会いしましょう。テレビ科目、物理の世界です。この科目はですね、放送大学 の物理系の学部の科目は5科目提供しているんですけれども、まあ、初歩の物理と専門科目としての物理をこう橋渡しするような位置づけですね。はい、全15回を力と場、熱、量子の3部に分けて学んでいきます。こちらはですね、バンデグラフ起電器といってですね、こう中に黒いベルトがあって、これがくるくる回ると摩擦電気こすって、じゃあちょっとスイッチを入れてベルト回します。はい、そうしますと、浮かびました。こんな風に浮かびますよね。はい、これ電話ですか。この科目はですね、本当にそのコアの部分が学べるように工夫して作ってありますので、ぜひですね、皆さんですね、頑張ってその物理のエッセンスをですね、身につけていただければなと思います。自然現象をミクロに見たりマクロに見たり、古典論で考えたり量子論で考えたりすることで、さまざまなことが見えてきます。そういう物理学の醍醐味を味わっていただけたらと思います。テレビ科目、宮沢賢治と宇宙です。宮沢賢治は今から100年ぐらい前に活躍した詩人、童話作家ですね。ただし自然科学にものすごい造詣が深く、天文学と関連する話題も随分作品の中に散りばめられているんですね。宮沢賢治の作品に基づいて天文学の入門の講義番組を作れないかっていうことで、今回宮沢賢治と宇宙という番組を作ることになった次第です。この科目は豊富な自然科学の知識が散りばめられた宮沢賢治の作品に基づいて天文学の入門を試みようというものです。4人の担当講師から宮沢賢治の宇宙観、科学観を通して
現代天文学、現代物理学の基礎を学んでいきます。宮沢賢治が知っていた太陽系、それから宮沢賢治が見ることがなかった太陽系、それらを紹介していきたいと思います。今までこう銀河というのはこう静的なもの、静かなもの、止まっているものっていうイメージが強かったかと思うんですけども、動的なものっていうあの観点から銀河を見つめ直すっていうことをやっております。つまり常に進化する銀河像っていうのを皆さんに理解していただきたいっていうことですね。ではここで自然と環境コースの専任教員をご紹介します。石崎克也教授、専門は数学、関数論、関数方程式論です。大森総一教授、専門は地球科学、ジオロジー、岩石学です。加藤和弘教授、専門は環境生態学、景観生態学です。岸根純一郎教授、専門は理論物理学です。熊部正弘教授、専門は数学、数理論理学です。谷口義明特任教授、専門は宇宙物理学、銀河天文学、光学、赤外線天文学です。では谷口先生から、放送大学で学ぼうと考えている皆さんへメッセージです。結構天文学に関心をお持ちの方多いんじゃないかと思うんですね。それで一番いいのはやはり放送大学に入るっていうことではないかと思います。最大のメリットは入試がないっていうことなんですね。で、私入りますと言えば入れるわけです。それで天文学の講義は今まで脈々とやられてきてますし、私も担当して新しい講義を作ったりするとっていうことなんで、よし入学してみようと、そう決断されたら迷わず放送大学で天文学を勉強していただければと思います。二光成夫教授、専門は生命情報科学、遺伝学、ゲノム科学です。橋本健郎教授、専門は科学、理論科学、計算科学、物理科学です。放送大学で科学を受講される方には、科学とはどんな学問なのか、科学感、物質感を豊かにしていただきたいと思います。科学がケムストーリー、物語であり、未来を切り開く、社会を変えていく学問であることを伝えたいと思っています。そんなに構えなくてもいいんですけど。では放送授業、面接授業でお会いしましょう。松井哲夫特任教授、専門は理論物理学、原子核理論です。私が放送大学に来るときにちょっと感じたことを言います。実は地下鉄に乗って、そこに放送大学の何ていうかな、ポスターがずらっと並んでたんですね。そこに書いてあった言葉で、人を変えること、周りの人を変えることができなければ自分が考え変わる方が早いという。で、放送大学はそれを援助しますということが書いてあって、要するに放送大学に来れば自分を変えることができるということなんですね。皆さんもぜひ放送大学に来て自分を変えるという、そういうふうにしてほしいと思っています。安池智一教授、専門は科学、理論分子科学です。では最後にコース主任の安池先生からのメッセージです。今ですね、社会は非常に大きく変動していると思います。今まで以上にですね、自然科学の知識というものが大事になってきているのではないかというふうに思います。理系科目ってちょっととっつきにくいなって思われる方も多いと思うんですね。ただこの点もですね、あまり心配しないでほしいと思います。最初は確かに大変でしたけれども、気がつくと慣れていた
まあ、そういうふうにしてみんな学んできていますので、もともと私文系だったけど大丈夫だろうかって思われる方もですね、ぜひチャレンジしてください。そのチャレンジする心さえあればですね、我々も強力にサポートしますし、何ら恐れることはないということで、ぜひ皆さんにですねチャレンジしていただきたいなというふうに思っています。自然と環境コースをご紹介しました。いかがだったでしょうか。自然と環境コース以外の生活と福祉、心理と教育、社会と産業、人間と文化、情報の各コースについては、今月放送している他の回でご紹介しています。そちらも合わせてご覧になってください。ではお知らせです。放送大学では10月入学生の募集が今月から始まります。大学の卒業を目指す方は全科履修生で出願してください。またキャリアアップや好きな科目を学びたい方は専科履修生、科目履修生で出願してください。出願はインターネットまたは郵送で受け付けています。2024年度10月入学生の第1回出願締め切りは8月31日土曜日です。資料の請求は無料です。詳しくは放送大学ウェブサイトをご覧ください。皆さんの出願をお待ちしています。ここまでキャンパスチェックのコーナーでした。続いてはコラム OUJ。 放送大学の専任教員がテレビの前の皆さんに向けて一つのテーマで語ります。今回登場する先生はこの方です。自然と環境コースの橋本健郎教授。専門は化学、理論化学や計算化学、物理化学です。橋本先生は自然と環境コースのテレビ科目、形の化学、化学の考え方入門や量子化学、そしてラジオ科目、現代を生きるための科学などで主任講師を担当しています。コラムのテーマは高校では教えてくれない科学、科学の面白さをもっと多くの人にアピールしたいと考えている橋本先生。高校の授業とは一味違う視点から科学の魅力と大学で学ぶ科学の面白さについてお話しいただきます。では橋本先生お願いします。こんにちは。自然と環境コースの橋本です。化学、化学を担当しています。化学は衣食住をはじめ、薬、環境、電池、エネルギー、さらには犯行現場の遺留品分析まで、さまざまな分野で活躍しています。でも普段あまり化学に触れる機会はないですよね。化学は人知れず頑張っています。今回のコラム OUJ は、化学に興味を持っていただくために大学で化学を学ぶ楽しさを伝えたいと思います。皆さんは物を細かく分けていくといずれ分子というごく小さな粒子となり、さらに分子は原子、アトムが集まってできていることはご存知でしょう。ギリシャ語でアは否定し、トムは分けるの意味です。なのでアトムは分けられない。今では原子も正の電荷を持った原子核と負の電荷を持った電子からなっていることも分かっています。図を見てください。水素原子の模型です。真ん中に原子核、その周りを回っているのは電子です。では電子の気持ちになってみましょう。もし電子が止まっていたら、静電荷を持つ原子核に引かれていずれくっついてしまいそうです。まずいです。なので電子は止まれない。ではどれくらいの半径やスピードでしょうか。
水素原子の原子核の半径は10^-15乗メートル程度です。一方、電子が原子核を回る半径は約 0.5×10^-10乗メートルです。実に10万倍の開きがあり、ミリメートルと100メートルの関係です。荒っぽくですが、原子核が3ミリ程度の米粒だとして、野球のホームベースの位置にあるとすると、電子は野球場の外野の縁あたりを運動しているという関係です。一方、原子核を電子が回る速さはおよそ秒速 2000km です。1秒間に札幌から那覇くらいまで移動する速さです。へーでしょ。次に、きっと皆さんもご存知の周期表のお話をします。周期表作りに活躍したのはロシアの科学者メンデレーエフです。1860年代末に発表して何回か改訂されています。日本だと明治維新頃です。当時は知られていた元素は63種類、今は118種類です。ちなみにニホニウムは113番、日本人なら110番、119番、113番です。メンデレーエフ以前にも性質が似た元素があることが分かってきて、元素を分類整理しようという機運が出てきました。原子の重さの順に元素を並べると、性質の似た元素が7元素間隔で現れるという具合です。元素のカードを並べたら、何枚かごとに元素の性質が周期的に変わっていき、その周期が分かるようにカードを並べることができると気づいたら、にやりとしたでしょうね。周期表の縦に並ぶ元素は結合の手の数などの性質が似ています。この図には、周期表に現れる順に原子から電子を取り出すのに必要なエネルギー、イオン化エネルギーをプロットしました。だいたい右上がり急減少、右上がり急減少、右上がり急減少の周期的変化が見られます。急減少は周期表で次の段に移るときに起こります。なぜ元素の性質が周期的に変わり、どうして縦に並ぶ元素の性質は似ているのか、メンデレーエフは答えませんでした。大学科学では高校時代に習わないこうした本質的な問いに気づかせてくれます。ここが面白い。次は高校でも登場する電子配置図です。真ん中に原子核、その周りに電子です。原子核の電荷は水素がプラス1で、ヘリウム、リチウム…と一つずつ増えます。一方、電子の電荷はマイナス1で、電子の数が増えることで全体としてどの原子も電気的に中性です。同心円は軌道を表し、内側から最大2個まで、8個まで、18個まで…と電子が配置されます。内側の電子は原子核に強く引かれていて、外側の電子より取り出すのに大きなエネルギーがいるそうです。原子が熱せられると、電子はエネルギーの高い外側の軌道に乗り移ります。原子が熱で興奮状態にされると思えばよいです。興奮が冷めると、エネルギーの低い軌道に電子が戻るのですが、その時エネルギーを光として放出します。高校で習う炎色反応の原理です。左からナトリウム、銅、ストロンチウム、
バリウムで花火の基本色です。花火師さんは巧みに元素、色を組み合わせて私たちを楽しませてくれます。綺麗ですね。光で原子分子を興奮させることもできます。太陽からの光は透明ですが、いろいろなエネルギー、言い換えるといろいろな波長、色の光が混ざっています。野菜の中の分子が太陽光の中の緑色の光を吸収すると、残った赤い光が反射されて私たちの目に入ります。この緑と赤のような色の関係を補色と言います。トマトの中のリコペンという紐状分子は緑色の光を吸収して興奮します。それで補色に相当する赤色の光が反射して私たちの目に入るので、トマトは赤いのです。実はリコペンの仲間の紐状分子は、その長さが変わると吸収する光のエネルギー、波長が変わり、結果色が変わります。だから紐の長さを変えてやれば欲しい色が出せる。これが分子設計。かっこよくないですか。話を戻して、この電子配置の並びは周期表の元素の並びと同じです。つまり周期表は元素記号をラベルにして電子配置を並べた表なのです。電子配置こそが化学の規則性や多様性の源泉です。講義ではもう少しかっこいい大学生の電子配置図が学べます。お楽しみに。さて、今回のコラム OUJ のまとめをします。地球も宇宙も元素の織りなす世界です。きっとどこかにいる宇宙人も炎色反応を知っています。そして色と電子配置に基づいて光の主の元素を特定しているでしょう。周期表の始まりは分類でした。植物や動物も互いに似ているものを同じ仲間に分類します。他の星の生物は姿形も遺伝子も地球のものとは違うでしょうから、分類も我々のものとは違うでしょうね。でも元素は地球と変わりません。宇宙人の元素記号が私たちのものと違っても、電子配置の表、周期表は宇宙共通語のはずです。さすが科学、しびれます。いかがだったでしょうか。周期表があれば宇宙人と対話ができるというのもなるほどと思いました。では最後にキャンパスインフォメーションです。改めて学生募集についてのお知らせです。2024年度10月入学生の出願受付は6月10日からです。キャリアアップやご自身の好きな科目を学びたい方は専科履修生または科目履修生で出願してください。専科履修生は1年間、科目履修生は半年間在学することができます。入学料は専科履修生が9000円、科目履修生は7000円です。入学に際して学力試験はありません。出願はインターネットまたは郵送で受け付けます。10月入学生の第1回出願締め切りは8月31日土曜日です。資料の請求は無料です。詳しくは放送大学ウェブサイトをご覧ください。放送大学キャンパスガイド、今回は教養学部の6つのコースの中から自然と環境コースをご紹介しました。また橋本健郎教授のコラム OUJ をご覧いただきました。番組ではこれからも放送大学のさまざまな取り組みについてお伝えしていきます。ぜひまたご覧ください。それではマナピーと一緒にお別れします。さようなら。